い、皆さん、アイドルカレッジのゆいぽんこと中島ゆいです。いつも応援してくださりありがとうございます。センター争奪戦ということで、私は夜空と、あと青春ライン、あとコンペキトオレンジっていう曲は今一応センターっていう形でやらせていただいてます。自分にとってセンターっていうのは割とやっぱり一番目を引いたりだとか、その曲のイメージをが何そのセンターの人が作り出すみたいな、そのきっかけとなる人なのかなと、自分もそういう気持ちで今まで頑張ってきました。まあ、みんなもねそれぞれの思いがあると思うんですけど、私はやっぱり応援してくださってるファンの人たちに残念な報告はしたくないっていうのと、嬉しい報告をたくさんしたいっていうのは、このセンター争奪戦以外でも常に思いながら活動しているので、自信を持って、頑張ればきっと大丈夫だなと自分で言い聞かせて、これからテスト頑張りたいと思います。これでもし違う子になってしまったらどうしようと1週間前くらいからずっと考えてたんですけども、やりきるしかないので、一緒にツアーを楽しんで、そしてその先の活動も笑顔でこれから頑張れるようにしたいと思います。